毎年、新人の選手が、中から、選考していただけるということで、とても光栄に思ってます。楽しみでしょうか。どうでしょう。どうなんですかね。高校の時は同じチームでしたし、中学校の時に一度、相手で試合をしたことはあるんですけど、それ以来なので、何か新鮮な気持ちというか、藤原だけじゃないんですけど、いい経験になるかなと思います。どのピッチャーからも打ちたいですし、そのために練習しているので、とにかく、チャンスはそう多くないと思うので、しっかり、自分ができることをしっかりやって、一つの試合として勉強できるように、やっていきたいと思います。一軍に投げているピッチャーなので、しっかり、そうですね、負けないように、吉田だけじゃないですけど、負けないようにしたいと思います。とにかく、自分らしく、ここまでの成績を見てもらったら分かると思うんですけど、なかなか結果も出てない選手ではあるんですけど、とにかく、その1打席その1球っていうのに集中して、なんとか結果を残せるように、必死にやりたいと思います。